常に魔法カンタバリアオン、常にアタックカンタバリアオン、マスターのぼろロックオン、銀河機動兵器スラブラスター発進。舐めたこと言ってんですよこいつ。はい、どうもさん、こんにちは、のぼろです。だけどね、今日もドラクエジョーカー2プロフェッショナル人生縛りやっていくんですけども、今回はですね、ブランパレスで寝てる主様をぶっ倒しに行こうかなと思っておるんですけども、その前にまあ相変わらず配合をやっていこうかなと思います。まあ今回もね、ちょっと変わった配合ではあるんですけども、まずは父親にギガントドラゴン、まあジョーカー1でも使ったやつ、こいつを迎えます。で、母親にはメカバーンというモンスターを迎えることによって白竜王が完成いたします。こいつマジめちゃくちゃかっこいい。スキルは勇気なんだね。まあ勇気別にいらないけども、他に何か欲しいスキルがあるわけでもないから、まあ適当につけておこうかな。こんな感じで配合していこうかなと思います。性別に関しては、まあできれば女の子が嬉しいかなといった感じだけども、それ一番助かる二なり。まだまだ配合は終わりません。今度は父親にグレートドラゴン、こいつを迎えまして、母親には魔王の使いを迎えることによって、今度は竜王が完成するんですね俺こいつ初めて作るな。まあ白竜王も初めてだったけど、こいつスキル暗黒なんだね。まあ別にスキルはこいつも、特に引き継がせるものはないと思うから、まあ適当でいいでしょう。で、性別もどっちでも構いませんかっこいいな竜王も。で、まあとりあえず今完成したこの2人をレベリングしていきます。てなわけでね、レベリング終わったんで、またさらに配合していきます。まあとは言ってもね、次の配合はもう簡単で、この竜王、さっき作った竜王と、またさらにさっき作った白竜王を混ぜることによって、漢字の方の竜王が完成するといった感じになっております。メガボディ1から3回行動にテンションアップと、くじけぬ心にアンラッキーといった感じなんですけども、まあスキルに関しては竜王っていうのがあるみたいだけど、まあ一応つけておこうか。まあでも正直な話ね、こいつも配合に使うんで、まああんまりね、他のスキル何が欲しいかっていうのもないんですけども、まあ適当に4つつけて配合していきましょう。今度はできれば女の子でお願いしますっていう感じなんだけど、おお、また二なりだてかかっこよ竜王。というわけでね、竜王もレベリングしてきたんで、いよいよ本日最後の配合に参りたいと思います。まずはね、今作った竜王を母親に迎えて、さらに父親には、前回作った誠を迎えることによってね、竜神王が完成するんですよこいつが今回の目的でございました。見てこの竜、めちゃくちゃかっこいいでしょ。何にしようスキル悩みすぎるな。いくらなんでも竜神王っていうスキルにはライディーン、マジックバリア、輝く息、まああんまり強くはないのかなこれは。まあとりあえず闇の爆炎スペシャルはつけといていいかな。で、攻撃アップ3もつけて、 HP 回復もつけて、アッパーもつけるっていう形になるんじゃないかな。うん、これで行こうかなと思います。いや長かったな、ここまで。超かっこいい。そしたらこの子の名前は美琴にしようかなと思います。よろしくね。というわけでね、まあ今新しく仲間に加わった美琴をレベリングして、いよいよ主様と戦っていこうかなと思っております。というわけで、ひとまずレベリングを済ませてきたんでね、いよいよ主様と戦っていこうと思います。主様はね、ここの左側でなんかずっと寝てたんだよねこいつをね、俺どうやって戦うのかよく分かってないんですけども、近づけばいいのか。なんか、おい起きろ主様。え、巨大なクジラのモンスターがいる、近づいてみますかはい、どうなの。巨大なクジラのモンスターは気持ちよく眠っているようだ。うおー、巨大なクジラのモンスター寝ぼけて襲いかかってきたこいつほんとろくでもねえな。相変わらずだやっぱり。で、竜神王でございますよ。主様ってやっぱこう見るとめちゃくちゃかっこいいな。いきなりインってないっす。まあとりあえずは、おっと、寝ている、寝ているが、しかしだよな、これは果たしてこのままでいいのかどうかっていう話もあるが、テンションとかも特にないもんな。どうしようか。一
旦まあお互いにスクルトかけといて、何か俺がやれることってあるか。まあ相変わらずダウニングぐらいかな。攻撃なのか魔法なのか。まあ津波使ってくるだろうけど、とりあえずダウニングは使っておこう。聞くのかはよくわかんないけど、あ、聞いてるわ。オッケー、ナイス。寝返り、ちょ、かっこよ。あ、でも大して食らわねえわ。これなら問題ないぞ。オッケーオッケーオッケー。じゃあ状況を作ってから起こしたいところだけど、これ2回行動で起こしちゃったりするかな。まあとりあえずスクルト2段階掛けして、まだ寝てるとは言っても、もう別に状況も何もないか。これ以上何かできることって別にないもんね。このまま行こうか。とりあえずバイキルミンを、ぶっぱなしまして、竜神王に。で、ゾーマが特技使うなんなってるけど、ガンガン行こうぜでいいかな、今は一旦。で、竜神王に何を命令しようかっていう話だよな。いつもの、なんだっけ、天意無宝山とかが持ってないんで、何がいいんだろう。爆連斬りとか煉獄斬りとか、この辺だよね。多分この3つのどれかだと思うんだけど。まあ、爆連斬りとかでやってみる。多分どれ使っても完走するような気はするけど。まあ、バイキルミンかけた時点でね、多分どれ使っても完走はするはず。で、寝返り。主様が一番素早いのかな。まあ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 、でも、スクールとかけたらミスだね。爆連斬り一発いって、199。さらに、もう一回動け。動かない。でも起きたね。マヘデドさ、何ダメージ ?441。オッケーオッケーオッケー、いいぞ。で、しかもさらに攻撃を加えていく。ナイス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 。で、ここどうするかなんだけど、バイキルミンを、あえて、ゾーマに渡すかどうかだよね。まあ、渡しちゃっていいかな。一応ね、竜神王がバイキルトをゾーマに使わないために、ここはバイキルミンを使っといてあげよう。で、何をするか。普通に攻撃、199。さらに、攻撃、190。キーも怖すぎ、危なえ、マジで、あれじゃん、ドラクエ9のバトルマスターか、バトルマスターの必殺技使ってきてんだけど、怖っ。ベホマズン行こっか、さすがに。てか、命大事に変えておこっかな、一応。で、ベホマズン行って、竜神王は、まあ普通に攻撃してもらいながら、もう一回同じことされて、でもまあギリ死なないから大丈夫なのかな。とりあえずは、ダークマッシャーとかもやってみる。まあでもどれやっても多分999だからあんま関係ないか。で、特約層一応ゾーマにだけ使っておこうか。怖すぎるんだけど、マジで。あ、でも先動いた。スーパーハイテンションはいくらなんでもやばすぎじゃない。あ、でも倒せたわ。こわ、マジでこいつ何考えてんの。ただまあさすがに、え、何、仲間になってくれんの。めちゃくちゃ嬉しい。主様仲間になったマジか。え、お前 C ランクなの。嘘でしょ主様 C ランクかよ。そうか、今回の主様はそんなには強くなかったな。まあそしたら主様にはサクッと勝っちゃったんで、最後、こいつと戦っていこうと思います。まあ、こいつもさすがに、エスタークとか、アキラよりは強くないと思うけども、とりあえず戦ってみよう。マサセなんぞ、久しぶりじゃ。ちっとは手加減してくれよ。手加減しねえに決まってんだろ。久々だな、この音楽。そして、まさかのミラー戦でございます。レオパルドと竜神王か。スカウトはできずに、逃げることもできないけど、命令はできると。とりあえずは、まあ、スクルト2段階掛けだけしておこうかなと思っております。で、道具も使えるんであれば、まあ、とりあえずね、バイキルミンをかけてあげたらいいんじゃないかなといった感じだけど、何してくんだろうな、相手。まあ、でも、レオパルドとか割と魔法使ってきそうだけど、疾風好きは相手だね。バイキルトもかけてくる。ただ、レオパルドの方が後に動いてる。ミコトのドラゴンバーン、ちょっとまずいね、それはね。スクルトをかけているのは、うちだね。どっちか分かりにくい。あ、ミコトのドラゴンバーンだから俺はいいのか。マジで分かんなくなってる。
これはそうだよね、俺がテンション上がってたんだもんね。でベホマラーで回復もしっかりしてくれる。オッケーオッケーオッケー。でとりあえずスクルトはかけれる状態にあると。でレオパルドが若干テンションが上がっちゃったが、これはレオパルドから狙ってった方がいいよなきっとな。で爆連切りをまあレオパルドにやっておきつつ、どうしようか、俺なんかやる？まあとは言っても特にやれることもないし、まあこのまま戦っていくか。疾風好き多分食らわないよね。 OK、 スクルトが相当効いてる。灼熱はちょっとだるい。あっぶね。瞑想でいくか。279、瞑想ってそんなに回復量多いのかな、わかんないけど。爆連切り774、カンストしないか。マジか。これなんだろう、あれかな、相手が爆連切りに耐性があるっていう感じなのかな。煉獄切りかダークマッシャーか、別の技使った方が良さそう。これ煉獄切りの方にしてみよっか。カンストしないことある？守備力が相当高いのか、はたまた何か別の理由があるのかっていう感じだけど、ここガンガン行こうぜに変えて良さそうだね。ゾーマこれで行こう。ベホマラーはだるいぞマジで。レオパルト先に仕留めるべきだな。煉獄切り999、そうだね、耐性があったっぽいね。バイキルトをゾーマにかけちゃうのを避けるべきだったか。マヒアデドス、あマヒアデドスいいな、それ言ってくれると助かる。ビッグバンもさらに行って、これ何ダメージ？あーマヒアデドスの方がいいね。爆裂剣全然食らわないミス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 と。ギガブレイクはでもちょっとまずいかも。あっぶねこれギガブレイクギガブレイクとか来たら結構やばいのか、もしかしたら。まあ、一旦ベホマズンだけ打っといて、ちょっとレオパルドがめんどくさすぎるんで、レオパルドをぶっ倒しに行こうか、煉獄切りで。で、一応特約層を使っといて、まあ、ギガブレイクが来た時用に、回復だけしておこうか。レオパルドの魔法、ベホマズンがちょっとめんどくさいんで、それだけは防ぎたいけど、ちょっと、体力多いかこいつ。マヒアデドスまで行く。これで持ってってくんねえかな。あーオッケー、持ってってくれた、ナイス。で煉獄切りさらに行って999、さらに攻撃で999、持ってけ。攻撃力効果切れて、ギガブレイクが一番強い。で爆裂剣、それはさすがにミス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 と。オッケー。で攻撃力効果がどっちが切れた？ GJ の方が切れたね、今ね。後ろに GG 見えてたね。で、まあ、ベホマラーで良さそうだね。ベホマズン行く必要はなさそう。で、特約層で一応回復してギガブレイクだけは防ぎつつみたいな形かな。ギガブレイクって多分あれ防御力無視だもんね。だから、あんだけ入るんだろうな。で、煉獄切りやって、847か。じゃあ、うわー、耐性結構あるな。ベホマラー大成功。あんま意味ないけど。相手は普通にまず攻撃を加えて、攻撃力効果切れる。爆裂剣、それは問題ない。ただ攻撃力効果切れちゃうと龍神王がバイキルト使っちゃうかもしれないっていう部分だよな。爆連切りどれが一番効いてた？さっき999入ってたのは何だった？普通に攻撃が一番火力入ってたか、よく考えたら。じゃあ普通にぶん殴るか。でゾーマに関しては、まあ普通にマヒアデドスかな。でバイキルミンだけ使っといてあげる。いやもう使うまでもなく、でも倒せそうだけどな。なんならこのマヒアデドスで行ってくんねえか。オッケー。さすがにボコボコだったね。格付け完了だな。かあ負けてしまった。やはりお前さんは強いの。どれ楽しませてもらった褒美にお前さんに一つモンスターをやろう。なるほど、 DJ のイケイケもコレクションのモンスターにするかの。イケイケコレクションのモンスターにする、いい家にしたらどうなの。ならばムキムキコレクション、じゃあいい家にしたらどうなの。それではとっておきのドキドキコレクション、え、いい家にしたら、えい、年寄りをもてあそぶでないや、もうわしが決めたのを持ってけ、ほれ怒られちゃったんだけど。お、病魔パンデルム、懐かしいやはりマスター戦は楽しいの。年寄りの相手をしてくれてありがとうよ。さてわしはさらに強いモンスターを求めしばらくさすらうことにするかの。
明日になったらまたわしを見つけとくれ。楽しみに待っとるぞい。そうか、1日に1回みたいな感じなんだ。で、好きなモンスターというか、まあ DJ がモンスターをくれると。お、久々に見たよ病魔パンデルム結構トラウマではあるけども。てなわけでね、まあ GJ もぶっ倒したんですけども、まだね動画の尺的にもう少し遊べそうなんで、今度キャプテンクローのイベントを進めようかなと思っております。あれね、合計で5回戦わなきゃいけないんですけども、そのうちの3回はねもうすでに終了しているんで、あと残り2台のボスを倒せばキャプテンクローが仲間になるっていう感じですね。天気の悪いところに行きまくればキャプテンクローに出会えるんですよ。行ってみよう。お、来たねキャプテンクロー。はあ、またあたな登りよ。我が名はキャプテンクロー、7つの海を股にかけた海賊だ。今日はお前のためにビッグゲストを連れてきてやった。何それ。地獄のギャングスターセルゲイナスさんだ。誰、急に戦い。セルゲイナスって誰だ、全然存じ上げないんだけど。おー、こいつセルゲイナスって言うんだ。ゴールデンゴーレムの上位互換か、ドラゴンバーン、ドラゴンなんだセルゲイナス。とりあえずはまあスクルトだけかけておきつつ、俺がやれることとしてはなんだろう、まあもうバイキルミンいきなりぶっ放しちゃって、2回行動目がもし動いたら火力稼げるようにしていくか。スクルトをとりあえずはまあ事故防止のためにも二重掛けしておいて、相手が一番最後に動いてくると。で、激しい炎か、まあ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 、それはね効かないからいいんだけど、ゾーマだけは効いちゃうんだよな。ナイスベゲラマ反射。ただ大したことないかこいつ、もしかしてボコボコにできそうではあるが、一応ちょっとリスク管理だけはしっかりしておこう。で、煉獄斬り、爆煉斬りにしてみようかな。とりあえずぶっ放して、まあ乾燥するでしょ。オッケーオッケーオッケー、999、さらに普通に攻撃999まさかの2パン。ちょっとゲストちょろすぎるわ。く、なんてことだ、セリゲンナさんがやられてしまうとは。手持ちの食い物を全て食わせてやったというのに畜生、ここは大逆だ、覚えてろよなんかこんなかっこいい感じですごい三下ムーブするのやめて。お、来やがったおなじみの登場、我が名はキャプテンクロー。もう聞いたよ昨日、昨日じゃねえさっき。だがお前に敗北した後、仲間たちは一人また一人と私の元から去っていったかわいそう。これを機に海賊をやめて新しい人生を生きようと思っている。はあ、だが昇る、お前がいる限り私に明日はやってこない。これで最後だ、お前を倒し私は生まれ変わってやる。なんだこのめんどくせえ生き物は。めちゃくちゃ逆恨みされてるじゃん俺。ボコボコにして返り討ちにしよう。いきなりインって、まあ相変わらずスクルトは二重掛けして、バイキルトというかバイキルミンを使ってあげたらいいんじゃねえか。こいつ魔法かな、魔法って感じしないけどな、アホそうだしな今の会話から感じ取るには。まあとりあえずはいつもの流れで行ってみよう。でこいつが何してくるかだな。まあ2回行動してくれたらベストだけど、してくれる。 OK、 999ダメージ、さらにスクルトもかけて、マヒャデドスまで行け。ナイスマヒャデドス、いきなりインテもかかってるからこれ423ダメージで攻撃おい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 、大丈夫かお前、そんなんで新しい人生始められんのか。マヘデドスぶっ放して、446、さらに煉獄斬り199、さらに普通に攻撃199。あー弱すぎるこのおじさん新しい人生始めらんないよ。なんて弱いんだこの私が敗北しただと。お前は私に普通の人生さえ生きてはいかんというのか。誰も言ってねえよんなこと。いいだろう、そこまで言うならお前のもとで人生をやり直そうではないか。俺の一存はないのかそこに。キャプテンクローが無理やり仲間になったまあ一応ありがたく仲間に入れさせてもらうよ。ステータスは、あ、見せてくれるわ。一応 S ランク、お前二なりなんだ。ちょっと今回の敵どいつもこいつもね、あまりにも
手応えがなさすぎたっていうことで、ちょっと最後この目の前に見えている例のあいつと戦ってもいいですか。もうね、こいつがとんでもないことは僕も実はね知っております。空に何かが浮いているようだ。近づいてみますか。で、まあさすがに今のパーティーのままでは倒せないので、あのデスピサロにまた変えてきました。でデスピサロのスキルもちょっと変えてきたんで、これでやっと攻撃が与えれるようになるかなって言った感じでございます。空に浮かぶ巨大な何かはじっとこちらを見つめている。前方にモンスターマスターを発見。これよりその力見極めます常に魔法カンタバリアオン、常にアタックカンタバリアオン、マスター登ろうロックオン、銀河機動兵器スラブラスター発進。舐めたこと言ってんですよこいつ。常に魔法カンタと常にアタックカンタを持ったバケモンでございますそんなやつはね作ってはならん。この時点でもうすでにゾーマがこいつに火力を出せることはほぼないかな、ゼロに等しいと思うんですけども、まあ今までのままだったらねデスピサロも火力を与えることはできていないんですけども、今回ねちょっとスキルを変えてきたんで、それによってね火力自体は与えれるようになってるかとは思います。ただまあとりあえずはスクルトを2段階かけていきつつ、道具どうしよう、バイキルミン行くのかダウニンを行くのかっていう話なんだよね。ここはダウニン行っとこっかな。いやでも2回行動もしするんだったらダウニンよりバイキルミンの方がいいか。まあ一旦バイキルミンで行くか。いや怖すぎるんだよなこいつ、正直な話。ただゾーマの方が早い。でその後デスピサロじゃない。あ普通に殴りに行ったのはバカ。はお前何してんの。やばい、ゾーマがアホすぎる。ミナデインはさすがに反射するけどそれも効かないんでね。あ効くんだ、反射同士にカカカカカみたいなことにはならないんだ。ちょっと待って、ゾーマ死んだんだけど。あいつ普通に殴って死にやがった。えでもこれ待ってよ、どうすればいいんだ。じゃあ一回ジェネラル入れる？ジェネラルはまあ入れるか一旦。ただいや入れない方がいいまであるかもはや。いやちょっとジェネラルを命大事に変えて、で一旦爆裂剣をぶつけ続けないと負けるんで、でジェネラルはスクルトというかスカラを自分にかけようかな。大丈夫かこれ、ちょっと待って、息予測ちょっと、ゾーマがマジでやらかしやがった。あいつ何を考えてんの。とりあえず爆裂剣でしっかりと火力を与えつつ、マジでお前殴るなよ。 OK ピオリンナイスナイスナイス、それはでかい。であとはひたすら爆裂剣をやりながらジェネラルは防御でいいと思う。ちょっともう下手に攻撃とか何もしない方がいいと思う。ゾーマが今勝手に殴って死んだことを踏まえるんであれば絶対にそう。でここちょっとタンバリン行くわ。爆裂剣は多段ヒット攻撃なんで1個ずつがカンストダメージになる可能性を秘めているものなんですよ。だからここでタンバリンを行く理由は大いにある。タンバリン行きます。ここでテンションを5を上げて息予測 OK、 息なんてやらないから関係ない。ただ相手の方が早い、ピオリン使ったのに。とりあえず爆裂剣、これが何ダメージ入るか。500、やばすぎ火力で。バイキルトをかけちゃったか、マジかそれ。ただジェネラルってやれること別に何にもないよね。守りの切りぐらいか。三河刺客は斬撃をかわしやすくなるとかだもんな。守りの切りだけ一応念のためにやっとこっかな。でまあ爆裂剣をぶつけに行くしかないよね。で一応ダウニンとかやっといてみよっかな。こいつでも何やってきた。まだ魔法以外での攻撃は
来てないか。とりあえずはダウニングかけて、ちょっとでもゾウマが効いてるね。オッケーナイス。天変地異、天変地異やばいかこれ。いった、ギガブレイクも食らうよね絶対に。まずい、痛すぎる。ちょっと待て、頼む、倒しきれ、倒しきれない。ベホマーズン、ナイスナイスナイス、それでかい。守りの霧をとりあえずぶつけながらベホイマを打ってくれ。マジックバリアはまあやってもいいけどっていう感じかな。あ、テンション上がったならやった価値は大いにあるわ。でここはちょっとベホイマをデスピサロにぶつけつつ、デスピサロはまあもちろん爆裂剣をやって、道具何をしようか。まあここはちょっと特薬草だけ言っておこうかな。さっきのターンちょっとえげつないぐらい火力稼がれたもんね。怖いんで一応特薬草だけは使っておこう。まあ120なんていう火力はねほとんど意味をなしていないような気もするけども、この爆裂剣でマジ持ってってくんねえか。いや強すぎ。ちょっと待って、こいつやべえ、頭おかしいわマジで。守りの切りでかい、しかも1回行動。オッケー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 、なんとか耐えたな。今のデスピサロの HP は1388が満タンだから、ここもまあ爆裂剣をぶつけてって、タンバリンってでも俺もうないよね。ないな、どうしよう。違う、今さっきあれだ、バイキルと切れちゃったからバイキルミンだけかけておこうか。でこれでいこう。ジェネラルはちょっと命令せずにいこっか、行動遅いだし。うわ、天変地異また来た、これがやばすぎる。とんでもない火力してんだけど、攻撃力効果切れちゃった。爆裂剣マジ持ってけ、よかった。いやよくないけど、なんだこいつ本当に。銀河の剣を手に入れた、何それ。ノボルは銀河機動兵器スラブラスターを倒した。いやー弾おかしいでしょあいつしかも倒したのになんか言わねえのあいつなんか戦いに来た時にはなんかなんとか発見みたいなこと言ってたのに、あっさりすぎるだろお前お前こっちひなたやられとんねん。え、普通になんでお前殴りに行ったの、命大事にしてんのに。まあ本当の敵は己自身だったということかもしれません。ただまあルールはルールなので、ここでひなたとはお別れとなってしまいます。いやーまあゾウマね2体目の配合だったんですけども、こいつはねもうレベルも75でカンストしておりまして、最初はねラプソンを作るために作っただけでしたけども、その後はギュメイのまあ仇討ちのために、配合で生み出しまして、そこからねもうすごい活躍をしてくれておりました。まあただ一枠モンスターっていうのはやっぱりHP とかが少ない分どうしてもこういう事故もあるということかなとも思います。まあここまでね、まあゾーマも振り終えて、サムライも振り終えて、全体回復も振り終えたっていう感じだったんですけども、まあここでお別れとなります。いや最後まで一緒にいたかったなまあでも仕方がないというか、まあルールなのでね、ここでお別れとなります。いや本当に世話になった、ありがとう。もうエスタークの時もお前がいなかったらやばかった。お前とね千尋がいてくれたおかげで、あいつからはねほぼノーダメでね、もう完封勝利ぐらいの勢いで勝つことができたんでね、まあ、その恩は忘れず胸に刻んでいこうと思います。今までありがとう。みんなとは寂しそうに去っていった。とまあそんな感じでね、
まあスラブラスター相手にはちょっと犠牲なしでは勝てないかなとも思ってはいたんですけども、まあとんでもないやつでしたね。まあ本当の敵は己だったのかということなのかもしれませんけども、まあ今回はねこの辺で終わっておこうかなと思います。まあこれでおそらく倒せるモンスターというかボス戦みたいなのは全て倒しきったと思うんでね、次回ね最後に勝ち抜きバトルを、まあもう勝ち抜きバトルは縛りとかもうなしで、ただひたすらにあれって何勝まであるのというか、なんか目標があるんだよね確かね。そうだね、100勝がどうやら最終目標みたいなので、まあ100勝できるかはわからないけどもまあ100勝を目指して最後にまあ勝ち抜きバトルをちょっとやって終わりにしようかなと思っておりますんでね、まあよかったら次回も見ていただけたらなと思います。ではご視聴ありがとうございました。また次回のドラクエジョーカー2プロフェッショナル人生縛りで、人生縛りじゃねえかもう次回は、お会いしましょう。さよなら。